こんにちは。Amazon サポーター堀秀夫です。Amazon で出品するためのガイドライン。商品によって、ブランド登録、している商品ね、出品しようとすると、この Tell us about your product and business というようなね、質問に答える画面に移行することがあります。その時のね、記載方法はこの見本の通りなんですけど、正しく、Amazon で他人のブランド品を販売するときのね、ルールを理解しているかというようなことを確認するテストなんでね、この画像の通りチェックして、メールアドレスを記入してサブミットボタンをクリックすれば、申請できてね、申請すれば大抵これ販売できるようになります。商品を出品する前に次のビデオをご覧くださいとなってるんですけどね、ビデオを見ると当然英語で注意事項を書いてますんで、それを翻訳して、この画像の通りチェックを入れてね。で、メールアドレスを記入してサブミットボタンをクリックすれば OK です。またね、これでいいんでしょうかと。この通り記載してもらえばいいんですけど、これでいいでしょうかとかね。もし画面がちょっと変わってたらね、変わってるようなんでこれ合ってますかというのがあったらね、またご質問ください。お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。